ワルターン・フェイドル・ゲオルク・カーベントロートは、ドイツの作曲家、雑誌編集者、音楽文筆家。ハノーファー生まれ、バイエルン州のフィッシュバッハウデボツ。測量士の子として姉、弟と共に、ハノーファーで育ち、1907年からベルリンで暮らした。学生の頃に、ルドルフ・シュタイナーに出会い、その人知学に深く影響を受け、人生において様々な形で携わった。 1914年からミュンヘンで絵画と音楽を学んだが、1916年、徴兵され、第一次世界大戦に従軍した。戦後の1918年から、ヘン歴時代に入り、1920年、ゲッティンゲンで結婚し、その後、イエーナ、ハンブルク、ケルンに住み、1930年に、ベルリンに戻った。この間に、ほぼ独習で音楽を学び、 フリーの作曲家、音楽批評家となった。1930年から1934年まで一般音楽新聞の編集長を務め、同じ時期にはベルリンの地方紙、ベルリーナーロカール・アンツァイガーの編集部でも勤務している。ナチスの政権掌握後、1934年から1944年まで上述、ベルリーナーロカール・アンツァイガーの編集長を務めた。 1934、雑誌、音楽史上で、ナチスの文化政策に賛同する記事を発表し、当時の新音楽の潮流に対し、打算とジョークを胸とする、民族的体的な破壊意志により、文化の本体に対して摂取された、腐敗細菌と断罪した。1939年、雑誌、ドイツの民族性史上に反ユダヤ的な先導記事を、執筆し、ユダヤ人の知性とは、 支配の実行を目的とした単なる手段に過ぎず、それは効果的面な破壊道具であり、非支配諸民族を無力な階級へと細分化する爆薬であると表現した。第二次世界大戦後は再びハンブルクに住み、妻ヒルデと再婚。1955年からはミュンヘンで暮らした。1948年から1955年まで高級紙。 d サイトの文芸欄編集長を務めた。作曲家、ハンスプ・フィッツナーの電気執筆と全集観光でとりわけ結出した仕事を成し遂げた。アーベント・ロート自身の執筆資料は、ライプツヒの作戦修理立古文書館に保管されている。音楽批評や音楽分筆の活動以外では、作曲家として5つの公共曲を作曲したほか、数多くの競争曲、歌曲、 室内楽曲を残している。作曲スタイルとしては、伝統的な音楽形式の発展に尽力すると、共に、これを20世紀的な音楽表現形式と融合することを目指していた。ありがとうございます。